金子健太郎はね、YouTube はね、ないんですよ。で、昔のビデオあるんですけどね、1905年のポーツマス会議の。音声が入ってないですよね、当時のフィルム撮った。だから多分、金子健太郎の映像もあるんですけど、説明は全くないですね。で、ポーツマス会議のあれもあるんですけど、それはもう金子健太郎出てこない。もう一人の明治の偉人である司馬五郎、これは取り上げてませんけど、義和団の乱で有名なんです。この人もね、出てこないんですよね。北京の55日というね、マット・ルイス少佐が英雄に預かなってんですよ、これ、義和団事件は。で、司馬五郎は実はね、この人がやったんだよね。なんで出てこない。やっぱりあれじゃないですかね、意図的になんか。司馬五郎がその防衛戦でね、その主役になったんだけど、結局当時からそうですけど、日本人が、今簡単に言えば今の「エコノミスト」っていう雑誌僕毎週読んでますよね。で、日本って出てこないんですよ、コロナの統計とか。だから要するにね、日本人が入ってないんですよね、こう西洋の欧米の組織に。この当時から今も。これ司馬五郎って1945年まで生きてたんですね。すごいですね。リュートナンコロネル司馬。リュートナンってなんだかわかんないのか。中佐え？リュナンコロネル。リュートナンコロネルって単語あんのかな？英語、はい。知ってる。確か、タイトルだと思う。あ、そう。中佐じゃないですか。英語に書いてあるのかな。グロシーはアザコロネルイン1900。シバウォーズミリタリーアタシェ。これミリタリー、陸軍部官ね、アタシェ。海軍部官はネイビーアタシェ。アザジャパニーズリゲーション、公使館、リゲーション。During the Boxer Rebellion, 義和団の乱、Boxer Rebellion, there his small force fight tenaciously, 粘り強く、and suffered over 100 casualties. 100人死んだんですね。He served with distinction.With distinction と、見事に、with distinction, during that campaign, 軍事行動、including the siege of Beijing, and was awarded decorations って勲章ですね、decoration, by many of the Western nations in the 8-nation alliance, 八角同盟、participating in the combat.His name was also mentioned in the Times. リュートなんてどういう綴りするのかな？リュー、ちょっと待って。なんでこれ行変わっちゃったんだろう。あ、ダメだこれ。なんかちょっと編集おかしいな。これわかんない。どうやって直すんだ。うまくいかない、編集が。
まあいいや。まあこれこういうことですね。ルートン。トンが正しいね、やっぱりなんか。ルートン。ルートン、こんな芝。